そうですね、まあ、長く我々も4年目になるんですかね、あ、5年目ですね、なるんで、まあ、いい結果を残したかったんですけど、まあ、ちょっといろいろ思うようにいかないところも多かったんですが、まあ、それも実力だと素直に今受け止めてます。いろいろそのレースの仕方とか、まあ、いろんなそのなんですかね、風に対する要素とかを考えたときに、ね、ちょっとうまく、チームワークが取れない部分も多かったんですけど、まあ、ただいろいろ新しいタクちゃんとか乗ってくれたりとかして、まあ、いろんな発見とか我々だけで乗ってたときで分かんなかったこととかっていうのが、まあ、情報として得れたっていう部分はすごい良かったと思います。やっぱりもうなんていうんですかね、そのレースの仕方とか、ネイですと24に対するそのレースの仕方、走らせ方だった走らせ方がすごいしっかりしてるんで、なんですかね、もう少しみんなシステマチックにやってるっていうか、こういう時はこうっていう自分たちのセオリーをしっかり持ったレースをしてるような気がします。基本的には470に集中して練習とレースは励んでいきたいと思ってるんですけど、まあいろんなチャンスがあれば別に470だけに限らず、まあ他の船乗るっていうのも、まあ、時にはいいのかなと思いますし、まあ、470だけ乗っててもちょっと行き詰まるところもあるんで、うまくその辺のバランス取りながら、自分たちにプラスになるような活動をしていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回参加してすごく良かったのは、非常に厳しいレースの中で、非常に、まあ、落ち込む、気分的に落ち込む時もありますけれども、まあ、めげずに毎日レースに集中して臨めたということが一つ、まあ、あともう一つは、スタートに関しては、いろいろ各でいろいろ競合チームありましたけれども、その中でもその負けずに、果敢にスタートがきれいにできたということが非常に大きく、まあ、今後の財産になるのかなというふうに思っています。セーリングっていうものが、その素直に船をきれいに走らせるっていうところ、そういったところでやっぱり、突き詰めきれてない自分たちは、まあ逆に、まあ、強豪チーム優勝したブルームも含め、やっぱりすごく細かくその風、まあ、強弱、振れに合わせて船をきれいに走らせるっていうことが非常に印象的です。まあエスプリーチームは40フィートの船もありますし、そちらの方でまずジャパンカップを目指すっていうことが、チームとしてのまず次の目標になっています。で、まあ、メルジス24に関してはもちろんその今後も、活動は続けていきたいと思っていますし、まあ、次回は、もう少し、あれですね、上位強豪チームに食い込むようなレースをするべくですね、まあ、準備をしなきゃいけないなっていうのが今回通過させられたので、ぜひ準備をしてチャレンジしたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。